昔ながらのラーメン屋さん発見。はい、おさぎんです。埼玉県深谷市にありますラーメン和光さんにお邪魔しております。和光麺を頼みました。昔ながらですね。熱々です。はい、こちらは、埼玉県深谷市にありまして、仕事の途中で見つけました。それで立ち寄ってみました。鶏肉からの ご飯、うまい。鶏肉からのご飯、それで駐車場にはですね、先客の人がいらっしゃって、タクシーのね、運転手さんが休憩で、お食事をしてたので、よくタクシードライバーが行くお店っていうのは美味しいっていうことがあるので行ってみました。タクシー の、 運転手の方はね、お昼休憩中でランチを食べていらっしゃったんですけどね、お先はラーメン食べようっていうことで食べました。鶏肉からのご飯で、普通のね醤油ラーメンなんですけど470円で提供してらっしゃる感じなんで、そっちもいいかなとも思ったんですけど、こちらのお店自慢の和光麺ということでいただきました。でこちらが卵とじベースでですね、鶏肉と卵ですね、あとネギ、玉ねぎ、さやいんげん、他いろいろってこんな感じで入ってます。麺はね柔らかめなんですけど、最後までね熱々なんですよね。今日もねすごくいっぱい汗が出ました。びっくりしたのは、鶏肉もそうなんですけど珍しいですよね。鶏肉は椎茸、こちらがですねすっごいたくさん入ってますのでね、ヘルシーなラーメンだったと思います。はい、今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。